沙織です。乾杯。イエイ。ドラクエイレブンエースやっていきましょう。はい、今日はね、サマディのファーリス王子を追ってバクラバ砂漠に行きたいと思うんですけど、その前にここにもね、サブクエストが一個あったじゃないですか。はい、これね、砂漠に咲く幻の花、はい、砂漠のバラっていうのがサマディのどこかに咲いているようだって書いてあったんですが、はい、ちょっとサマディの砂漠うろうろしてみたら、ありましたありました。これそう、素材ね、だいだい黄色っぽい感じに光っている素材は、クエスト、サブクエストに関係のある素材だと思うんで、多分これのことだと思うんですよ。はい、じゃあ調べてみましょう。はい、あ、やっぱりよかった、砂漠のバラを見つけた。はい、手に入れました。これでダーハルーネの町の東の民家の近くにいる女性に届けよう。うん、なんかね、恋人が死んじゃったって言ってた、あの女性ですよ。思い出の品なんですよね。恋人がこれをね、届けてくれるはずだったっていうね、なんかちょっと切ないクエストだと思うんですけど、はい、今日また、はい、最後に届けに行きたいと思います。ほい、じゃあまず仲間に話します。はい、ルービー、我らも勇者の星が何故落下を始めたのか調べに行くぞ。バクラバ砂漠はサマディ王国の北西ですね。うん、関所も通してくれるらしいのでね、行きたいと思いますよ。幼い頃、老主様が星になったという勇者の星の伝説を聞いた時はロマンチックに感じたものだが、今やその勇者の星が世界を脅かしているのだから、世の中何が起こるかわからないものだ。ね、悲しいことに勇者の星がちょっと忌まわしい存在になっちゃってるんですよね、今ね。よく見ると勇者の星には何やら模様のようなものが刻まれていますね。あれがファーリス王子が発見した古代文字なのでしょうか。古代文字ね、確かに模様があるんですよね。ずいぶん前のことになるが、バクラバ砂丘へは砂漠の殺し屋を倒しに行ったよな。そうそう、そうでした、そうでした。あいつも強敵だったが、今度の敵、勇者の星に比べれば全然大したことなかったぜ。ねえ、星が相手ってどういうことって感じですよね。どうしたらええねんって感じですけどね。うん、命の大樹が落ちて魔王が誕生してからサマディ地方の魔物もかなり強くなってるみたい。サマディ地方は天空魔城から遠いけど、やっぱり魔王の影響があるみたいね。うん、ここの敵も強敵なんです ね。バクラバ砂丘への関所はサマディの城下町から西に進んで分かれ道を北に行ったところにあるわ。はい、ご丁寧にありがとうございます。西に行きすぎるとダーハラ湿原に行っちゃうからね。はい、注意していきましょう。はい、今日はですね、ちょっとシルビアさん入れてます。なんかね、ちょっと思い出深いのでね、はい、このメンバーでやっていきましょうかね。なんじゃこいつは。なんか砂漠から出てきて、あ、潜る、あ、そういう感じ。モンハンにもそういうモンスターいますよ、こういう。あ、今サボテンかと思いきや。モンスターみたいなことは、ちょっとやっていきましょうか。こいつ面白いな。どんな敵なんやろ。あ、ブシュッとできませんでしたか。砂漠クジラやって、クジラなんですか。まずいなって言ってる神谷くんが。ちょっと強そうですけどね、大丈夫かな。はい、アモレショットとかしますか。久しぶりやな、シルビア。言葉してくれ。ドン。はい、強い強い。何が効くんでしょうか。ちょっと命令するようになっておりますが、特にはなんなかったね。おー、二人とも、ゾーンに入った。ちょっと連携でお宝ハンターしたくなりがちやけど、でも神がもうすぐ切れてまうな。次神に回ってきた時にお宝ハンターやろっかな。そんな感じでいきましょう。砂漠クジラっていうのは何なんでしょうかね。ドラゴン切りとか聞くのだろうか。ドラゴンに見えなくもないけど、どうなんでしょうか。聞いたのでしょうか。今結構聞いたような気するけどな。はい、セーニャちゃんはどうなろう。なんかやっぱ砂漠の敵やから、マヒャドが聞くんだろうかとか考えながら、はい、やっていきたいと思うんですけど、さあどうでしょうね。はい、ドン。あ、やっぱ結構効きますね、砂漠クジラ。うん、わお。あ、結構強いな。なかなか重力系な感じしますね。灼熱の、火球、よく分からんけど火の玉飛んできた、怖いな。もうそろそろ、あ、倒せますね。じゃあお宝ハンターで決めたいと思います。なんかエモもらいましょう。はい、まあ、このモーションが可愛くて好きなんですけどね、私ね。だからよくやってるんですけれども、頼むぜ相棒と。おい、
かわいいわ、ほんまかわいい。うん、まああんま強くないですよ。あ、黄色の宝玉、あんまりやな。うん、まあいっか。じゃあまあ戦っていくか。はい、倒せましたか。結構なんか俺たちのモーションがでかいからか、なんか動作が重いぞ今日も。はい、結構な経験値手に入ったな。あいつなかなか強かったな。さて、じゃあ行きましょう。で、こんな感じでやっていきたいと思うんですが、あ、組んで組んで、危ない危ない。もういいわ、一回でいいわ、あいつと戦うの。これなんか光ってんな、これ。これなんか乗れるな。乗りましょうよ。ほい。楽しい。はい、魔物の群れ現れてもだ。やっぱ強いな、この辺の敵強くなってんな、多分な。はい、作戦も変えていきましょう。バッチリ頑張れていっちゃいましょう。はい。今助けるわ。ハッスルダンス。あ、そっか。そういえばルービーが。HP 減ったまんまでした。シルビアめっちゃ回復すんな、今の。めっちゃ回復したやん。ほんで、会心の一撃強いな、やっぱり。ええ感じやな。はい、ギガブレイクですか。今日も MP 使っていく感じで。ええですけどね。はい、倒しましたと。いいよ。ドン。はい、さようなら。強い。おけがはありませんか。おけがはないです。やったぜ。はい、レベル上がりました。いいね。はい、レベル上がりました。どんどん上がっていく。ベホーマ覚えた、いいね。おい、デュラハンナイトの乗り物に乗れるようになった。これは馬より速いんでしょうか。メリットあるんでしょうか。馬も乗れるんですけど、あ、う、馬、ん、馬と変わらんかな。むしろ馬の方が速いような気がしないでもないけど、どうなんでしょうこれ。ま、馬みたいなもんやな。あ、ちょっと速いのか。いや、そんなことないな。馬の方が速いかもしらんな。まあいいや、これで行きましょう今日は。はい、じゃあバクラバ砂丘行きたいと思います。キャンプを触りながら行くと、はい、ルーラで覚えられるからいいんじゃないでしょうか。うん、呪い気するんですけど、どうでしょうね、いかがですか。はい、あー、もう空の色がもう怖いことになってんな。うん、よくないね、よくない。この辺にキャンプがありましたね。はい、これキャンプ触っていきましょう。よいしょ。ほい、凄腕のキャンパー。あ、50回キャンプしたらしいです。なるほど。いろんな賞がありますね。はい、じゃあこっちですね。こっちに行きます。はい、まああんまり戦わなくていいかな。なんかいんのかな、ボス戦みたいなのあんのかな今日は。どうでしょうね。はい、ここを石碑章を越えていけばいいと。これさすがにおりますか。別にこれ乗ってなくていいよね。あ、待って、ファーリスオンで、ファーリスがなんか石碑書の前にいますね。あれね、なんか説得してんかな。空から巨大な星が落ちてくるなんてもう悪い夢としか思えないぜ。今となっては砂漠の殺し屋デスコピオン。デスコピオンって名前でしたっけか。サソリみたいなやつですよね。怖がってたのが懐かしいよ。あの星に比べれば可愛いもんだったな。カミュと同じようなこと言ってますね。あ、何を言っているんだ君は。揉めてる。なんやなんや、どうした。ここじゃ文字が見、バクラが砂丘に入るのは危険です。今ちょっと進んでしまいました。その命令は、ごめんごめん。じゃあここから文字を解読できるっていうのか。すいません、なんかコントローラーがピッて動いてしまいました。あー、びっくりした。はい、気を取り直して読んでいきましょう。はい、いやー、それはどうやらこの学者さんが、うん、ちょっとビビって入りたくないみたいな感じになってますね。王子ちゃん久しぶり。王子ちゃん、あ、シルビアさんたち。久しぶりだな。いや、玉座の間にいたんですけどね、うん、気づかずにね、スーッと行っちゃったんでね、ファーリス王子ね。はい、お久しぶりです。王様ちゃんから事情は聞いてるわよ。あの星を調べるためにここに来たんでしょ、うん、ずいぶん成長したじゃない。ねえ、成長っぷりが楽しみなんですけど今日は。それほどでも。まんざらでもない感じやな。王子として仕事をしてるだけさ。うん、でも皆さん、どうしてこんな場所に。我々もね、気になるんですよ。俺たちがここに来た目的は、うん、お前と同じ、うんうん、勇者の星の調査に来たの。そうですよ、一緒に行きません。あ、あなたはデルカダールの英雄グレイグ将軍じゃないですか。めっちゃ興奮してるやん。こんなところでお会いできるとは。そうね、サマディにもなんか騎士のなんちゃらみたいな乗ってたもんね。騎士の心やっけか、なんやったっけか。俺の名を知っているのか。うん、有名人ですよね。もちろんです。あなたは騎士の憧れ。
僕はグレイグさんの舞台に入るのを目標にして、そうでしたっけか、これまで頑張ってきたんです、うんうん、はいはい、その言葉は嬉しいが我が隊に入らずとも民を守ろうとするその勇気があれば、おグレイグかっこええな、立派な騎士だぞ、うん、グレイグさんからお褒めの言葉をいただけるなんて感激です。よかったな、ファーリス王子さんよ。時に王子よ、うん、その様子を見るに勇者の星の調査はなかなか苦戦しておるようじゃな、ね、そのようでございますが、学者がね、なんか言ってくれないっぽかったよね、関所の奥には。じいさん、そうなんだよ、じいさん学者がおじけづいちゃったさ、ファーリス、さすがの僕でも文字の解読はできないし、うん、一緒にね、学者さんを護衛しながらね、一緒に行ったらいいんじゃないですかね。お主が見つけた古代文字、なんてこと、わしが解読してやる。ローさんやるな、ほんまに。じいさん、じいさん、古代文字が読めるのか、ありがとう、助かるよ。なれなれしいな。多分バクラバ砂丘の中心にある遺跡のあたりなら、うんうん、文字もよく見えると思う。僕は先にそこに行ってるから。先に行ってる、成長したな。後ろからついて行かせてもらうよとかってね、前のサービスやったらそんな感じでしたけど、僕が先に行ってる、なんて凝った、走ってった、駆けてったぞファーリス、はあ、たくましいな彼。何があった、覚醒したな。はい、そういえばあの遺跡のとこにね、昔学者の人がいたような気がしますね。はい、ちょっとさっき話を仲間に聞きますか。ファーリスちゃんは一足先にバクラバ砂丘の中心である遺跡に向かったわ。遺跡は関所からまっすぐ行った場所よ。ルービーちゃん、私たちもあの子に負けてられないわ。もうそんな感じしますね、なんかね。バクラバ砂丘の遺跡は勇者の星の真下に近いわ。真下か。あの星が今すぐ落ちることはないと思うけど、真下に行くのはなんか不安ね。よからぬこと起こりそうじゃないですか。大丈夫かな、ドキドキしてきたな。世界の真理を追求する剣王ロー自分で言っちゃってる。昔ユグノア王だった時、わしはミナからそう呼ばれておった。ルービー見ておれよ、わしにかかれば古代文字なんぞお茶の子さいさいじゃからな頼もしいけど調子乗っとんな、じいさん。サマディの王子が俺に憧れていたとはな、そう思われて悪い気はしないぞ。正直ね、平和な世になればあの王子を俺の舞台で鍛えてやってもいい。まあ一人前にするには少々時間がかかりそうだがな。グレイグ結構スパルトそうですね堅物上司って感じすんもんな。バクラバ砂丘の中心である遺跡はバクラバ石群と呼ばれています。おそらく王子はそこに向かったのでしょう。バクラバ石群は見晴らしもいいですし、勇者の星を調べるのに最適な場所かもしれませんね。そうみたいですね。どうした？バクラバ砂丘にある遺跡、確か砂漠の殺し屋を倒しに行った時に石柱が並ぶ遺跡を見た記憶があるな。私もありますね。ファーリス王子が言ってるのは多分あの遺跡のことだろう。それほど遠くはないから早く行こうぜ。オッケー、行こうぜ。ということで、はい、学者さんここで待ってるのね。本当に申し訳ありません。一緒に行きたいのですが、どうしても恐怖で足がすくんでしまって、王子は砂丘の中央にあるバクラバ石群へ向かいました。まあまあね、普通の人だからね、怖いのは無理ないと思いますよ。正直に言うと、ファーリス王子のことを王子の身分に甘えたお坊ちゃんであると今まで見くびっていました。私もそうですよ。しかしサマディのために巨大な星にさえ立ち向かう姿はまさに真なるサマディの騎士です。成長したね、嬉しいわ。なんかね、ああいうファーリスみたいなねキャラって映えますよね。なんかね、昔弱虫やったキャラがね、こうやってね成長して、うん、果敢に向かっていくみたいな、映えますね。ファーリス王子のところに一刻も早く行きましょうか。なんか敵がいっぱいいますけれどもね。はい、あっこにいるんでしょう、きっと。むっちゃいっぱいなんかいんな、なんか強そうなモンスターいっぱいいんな、怖いな。まあまあ、さっきファーリスに会うか、会いに行くか。あ、なんか寝てんな。あれ、これファーリス寝そべってるけど、どうした。あ、星を見てんか。ちょっとちょっと王子ちゃん何寝てんのよ。星を調べに来たんじゃないの。まあ、星を見るには寝そべんのが一番ね、見えやすいからね。そういうことなんだと思います。こんなに大きな星を真下で見る機会なんて、
めったにあるもんじゃないから記念にさ。記念に。いやーすごい、みんなもやってみなよ。いやなんか和みますねやっぱり。そういうオーラ持ってますよね、人をなんか和ませるっていうか、なんていうか独特のリズムを持ってますね。はい、いやでもこれ癒されるかこの星見て。お、何、またなんか勇者にだけなんか見えてんな。あ、なんかファーリスの股の上を、はい、登ってったけど。王子ちゃん、あなた結構肝が座ってるのね、うん、ね、大物ですよね割とファーリスって。いやでもあのヨッチ、ヨッチ族やと思うんやけどな、なんかちょっと動きがおかしいなやっぱりな、怖いな。それはそうと、この遺跡って何なのかしら。確かにね、こんな荒野のど真ん中にポツンとあるなんて不思議よね、うん、誰が何のために救ったのでしょうか。うん、なんか不思議ですね。そう、うん、じいちゃんのじいちゃんもそのまたじいちゃんの時代からあるらしいけど、詳しくは知らないな。え、うらい昔からあるんですね。でこのなんか間の抜けた話し方。うん、あ、やばやば、あかん、顔を渡ってった。よっち、やっぱり勇者以外には見えてないっぽい。だし感触とかもないのかな、歩かれてるのに。うん、なんだか五代のロマンを感じるわ。そうですね、まあロマン的な何か、うん、それはわかるけれども、やっぱりヨッチが気になって仕方ない。なんかあるぞこれ、何何してんの。あ、確かに星には何やら文字が書いてあるようじゃな。解読が始まるか。早速調査を始めるか。いやでもさっきヨッチ族っぽいものがさ、なんか UFO を呼ぶ宇宙人みたいな、こんなんしてましたよね。よからぬ予感がするよ。大丈夫かローさん、気をつけてや。ああ望遠鏡取り出したよ。ヨッチがほらほらほら、やばやば、なんかと交信してるよ。はい、あれなんか勇者だけ操れるようになった。ルービーさんどこに行くんだよ。星の調査はまだ終わってないぞ。こっちには行けない。ほんで仲間たちは、あ、仲間たちはいる、ね、ローさん以外いるね。ローちゃんが古代文字を解読するまでまだもう少し時間がかかりそうね。解読が終わるまで遺跡の真ん中から星を眺めて時間を潰さない。真ん中からの眺めは迫力がありそうよ。それよりヨッチが気になるよね。闇のヨッチみたいなやつ。この遺跡何のために作られたのかしら。こんな荒野にポツンとあるなんてほんと不思議よね。ねえ、ほんま誰が作ったこれ。よう作れたよねこんなものね。そういえば、なぜやな。教養のある老様からすれば古代文字を解読するのは簡単なんですね。さすが頼りになりますわ。うん、せいにゃちゃん和むな。そういや、いやーすげえ景色だな。ルビーもちゃんとこの光景を目に焼き付けといた方がいいぜ。ファーリス王子の言う通り、こんなにでかい星を真下から見るなんてめったにできることじゃないからな。まあね、確かにそうなんですけどね。ルービー、遺跡の中心を見ていたが、何か気になることでもあったのか。見たところ何もないようだが、やっぱりルービーにしか見えてないあの闇のヨッチみたいなやつ気になんな。ファーリスにも見えないよね。しかしすごい迫力だな。こんな間近で勇者の星を眺められる機会なんてそうそうないよ。ルービーさんもせっかくだから遺跡の真ん中に立って眺めていくといい。これは迫力満点だよ。まあそうなんでしょうけどさ。わあ、見えへんな。見えへんぐらい真下にいるってことですね今ね。ローさんが一生懸命望遠鏡覗いてる。まあそう焦るな、もう少しで解読できるからおとなしく待っておれ。はい、待ってたいと思うんですけど、いやーこのヨッチよ、ヨッチめっちゃ見てんな。このヨッチもめっちゃ見てんな。勇者の星見てんな。これな、どうした、何もんや。何語か分からん言葉で話しかけてくるんですが、私が見えるのか。はい、見えますよ。見えてばお前が、はい、何、どうしたの、うん、独り言なんて珍しいわね。あのね、ここになんかおるんですわ。ここに、ん、
おらんくなった？あ、いるいる。なんかしてんな。うわ、わわわわわ。しらしらし。はい。はし。目を止まだ。ゆるち。過ぎ去りし時よ。さあ、我が元へ来たれ。なんかあのサブタイトルですね。過ぎ去りし日を求めて。へえ、なんだ？過ぎ去りし時を求めてやったか。うわわわわ、なんか手生えたな。手増えてたな、今な。え、勇者の星なんかしたで？何？落ちてこないよな。何が起こったのよ。なんかすごい地響きみたいになってるけど、落ちてきたりするこれ。大丈夫かな。見ろ、星が。何？どうなの？めっちゃ近づいてくるやん、地上に。大丈夫？ちょっと、星が落ちてくるじゃない。落ちてくる。どうします？どうしようもないな。ローさん、ローさん、ちょっと危ないで大丈夫か？うわぁ、魔物、魔物が来た。強そうな魔物。ロー様、グーかな。ここにいては危険です。早くこの場を離れましょう。離れよう、ローさん。待て、もう少しじゃ。もう少しであの文字が読める。危ない、戻ってきて。これなんなん、これよっちっぽいもので、これなんなん、これニズゼル、なんや。ファ、ロー様、もう限界です。さあ、ね、危ないよ。早くこちらへ。こっちへ来てください。強そうなやつおんで。あ、でもビクともしない感じか。今度は何なんだよ。勇者の星めがけてなんか放ってきたな、あの魔物っぽいもの。うわ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 、強そうやでこいつ。何者なんや。なんとかして勇者の星を壊そうとしてんのか、これ。ムーン言うてんの。うわ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 。でもそんなもんじゃ勇者の星はびくともしないかと思いきや砕け散った。いやなくなった。嘘。これで世界は我のものなり。なにどこ行った。ウルノーカかな今の。あれは魔王の剣。魔王の剣。星が消えてしまった。勇者の星なくなっちゃったの。あの星は本当に勇者の星だったのか。うん、確かにね。いや、わからんね。あの剣を持った魔物は一体。ウルノーカじゃなかったんか。ねえ、みんな誰かみたいになってるけど。何言ってるんですか、クレイグさん。あれは救世主ですよ、救世主。救世主がサマディを救ってくれたんです。いやー、それにしてはちょっと闇のオーラまといすぎじゃなかったですかね。ウルノーカかなって思ったぐらいですからね。これでサマディは安心だ。王国のみんなもホッとしてるんじゃないかな。確かにサマディ的にはね、勇者の星やばい、落ちてくる、怖いってなってたから、ホッとはしてるかもしらんけど。じゃあ僕は先にサマディに戻るよ。何か用があったら気軽に王宮まで訪ねてくれ。なんか能天気な感じやな、ファーリスって。明るいな。はい、バイバイ。ウィンクしたで。めっちゃ笑ってるやん。消えてしまったが、あの星にはニズゼルファという古代文字が刻まれていた。ニズゼルファとは一体何なのじゃ。何なんでしょうか。それにヨッチ族っぽいものね、最終的に手が6本生えてたけど、あれも気になるね。もういなくなってんの、あの子も。消えてしまった、消えてしまったっぽいね。それじゃあサマディの王様ちゃんに、ニズゼルファーって言葉に心当たりがないか聞いてみましょう。まあね、何かわかるかもしれないわ。聞くだけはただですし、報告しに行きますか。明るくなったな、こっちもな。はい。いや、ね、ヨッチの、あ、まだいる？まだいる？あ、いるいる、まだいるよ。あ、なんかプルプルしてる。あ、なんか悔
病んでるっぽいよね。なだれ込んでしまった。もういなくなった？あ、まだいるやん。みんな、みんなあの子が見えてないの？まさか勇者の星が消えちゃうなんて。でもあの星は本当に勇者の星だったのかしら。ま、それは私たちが今考えてもわからないわね。とりあえずサマディ城に戻ってネズゼルファって言葉に心当たりがないか王様ちゃんに聞きましょう。ねえ、まあそうなんですけれど、どういうこと？老様がおっしゃっていたように、星を切った魔物が持っていた剣は魔王の剣にとてもよく似ていたわ。あれはまさかウルノーガ？でも声が違ったような気すんねんけどな、ニズゼルファ、ニズゼルファ。ずいぶん長い間生きてきたが、この言葉には全く心当たりがないの。勇者の星に刻まれていた以上、何らかの意味はあると思うのじゃが、とりあえずサマリオンに聞いてみるか。まあね、聞いてみましょう、うん、あれは一体何者だったのだろう。星を切るほどの力と剣さばき、とても人間技とは思えぬ。バーリス王子はあの者が世界を救う救世主だと言っていたが、どうも胸騒ぎがしてならん。あいつは救世主ではないですね。ねえ、いや、やっぱりなんか魔王の命を受けてか魔王自身かわからんけど、意図して勇者の星を壊しにかかりましたよね、うん、なんかあかんかった気すんな。あの勇者の星、あのヨッチもね嘆いてたし、気になるな。何者かが落ちてくる星を剣で一刀両断するなんて、誰がこんな結末を予想したでしょうか。ね、てっきり私もあいつと戦う流れになるのかなと思いましたが、そんなことではなく、ね、星を粉々にしてしまいましたよ。あのバカでかい星を切るなんて、一体あいつ何者だよ。あれが魔物だったとしても、人とそれほど大きさは違わないのに、あんなことできるもんなのか。確かに剣で星を壊すなんて、星を壊すなんて亀仙人の亀ハメハぐらいしかできないと思ってましたよ私は。ねえ、月を抹殺した亀仙人、懐かしいな。どっちがねいるんですよここに。ああ、うなだれてるわ。なんか悔しがってる感じしますよね。あの星はやっぱりここにさ降ろしてきて、なんか儀式的なものが始まるって感じやったんかもしれないよね。過ぎ去りし時がなんちゃらって言ってたし、なんか重大なメッセージみたいな。気になるな。とりあえずサマディ以上に戻るか。はい、これルーラで戻ったらいいか。そうですよね。はい、城下町に戻ってきましたよと。はい、町の様子はちょっとね、もう音楽も明るくなってますけれども、皆様お疲れのところ申し訳ありませんが、王様が勇者の星に何が起こったのか報告してほしいとのことです。そらそうでしょう、そうでしょう。玉座でお待ちしています。そうでしょう、そうでしょう。はい、城に向かいたいと思いますが、あなたは見ましたか？勇者の星が一瞬で消えてしまったのです。ここからもやっぱ見えてましたよね。消えてしまった感じに見えましたよね。ねえ、こんなこんなにしたんですよね。一人なんか魔王の剣を持った何かが来て、古の時代を生きた伝説の勇者はロトゼタシアを見守るため天に昇り勇者の星になったと伝えられます。みんな星の脅威が消えたと喜んでいますが、世界の守り神であるあの星がなくなったことは本当に良いことなのでしょうか。よからぬような気がするよね。ねえ、みんなちょっと喜んでいるんですけれども、星が砕け散る音すごかったな。そらこんな近いですもんね。被害はなかったんでしょうか。星のかけらとかなかったんでしょうか。大丈夫でしょうかね。はい、みんな、普通に戻っているが、あの星のせいでサマディもすっかり人が少なくなっていたが、これで少しは人が戻るかもしれないな。軒並みやっぱ喜んでる感じなんですかね。そんな感じしますけれども、みんな見上げてんな。見上げてる。本当になくなってるぜ。確かにない。しかもなんか赤いなんか光がね結構街を包んでたけど、こんなに普通の空になりましたか。大丈夫なんかな、これで良かったんかな。うはー、すごい音がしたと思って慌てて飛び出してみたら、勇者の星がなくなってやがる。あんなに大きな星がなくなるなんて信じられないぜ。私もう信じられないですね。あの魔物何やったんやろな。
きっと王子様が星を壊したのよ。さすがは私たちの王子様だわ。王子様大好き、愛してる。ファーリスファンの奥様方が喜んでおりますね。この子王子様が星を壊したっていうのよ。ファンとしてそう思いたのはわかるけど、さすがにそれはないと思うわ。冷静やった。王子様は世界一優秀でかっこいいけど、星を壊すような力はないわ。だって同じ人間ですもの。至って冷静ですね。その通りなんですけれども、まあまあまあ、星がなくなったのはみんな歓迎ムードなのかな、そんな感じしますけれどもね。はい、あ、この中二病のおっさんは大丈夫か。勇者の星の落下でサマディは滅び、世界が恐怖に包まれると思ったのだが、まさか砕け散るとはな。一体いつになったらこの世界に終末の時が訪れるのか、もう待ちくたびれてしまったぞ。なんやねやろな、このおっさんな、おじいさんおっさん分からんけど、なんやねやろな、ほんまに。あ、ここにさ、勇者の星をずっと見てた女の子がいるんですけれども、勇者の星がなくなっちゃった。ああ、ここから眺める星がとっても綺麗だったのにな。まあ確かに勇者の星がなくなったとしたら結構偉いことやと思うんですけどね。これで良かったのだろうか。良くないような気すんな。まさか星が砕け散るとは、あの命の大事が失われてから信じられないことが次々と起こるもんじゃ。ほんまにその通りでございますよ。みんなざわざわしてんな。この街もね、みんなざわざわしてる。子供たちも見上げているよ。お星様が壊れちゃった。ねえお兄ちゃん教えて、お星様って壊れるものなの？まあね、寿命が来たらね、壊れるものやと言いますが。そっか、お星様が壊れるのは普通のことなんだ。普通のことと言ったらそうなんですけど、でもね、あれは意図的に壊されましたからね。まあじゃあ別に驚かなくていいのね。まあまあね、天文学的には星が消えたりもしてるらしいですがね。勇者の星壊れちゃった。これじゃあ伝説の勇者様が復活できないよ。伝説の勇者様が復活しないと魔王を倒す人がいないじゃん。僕たちこれからどうすればいいの？大丈夫、目の前にいますからね。勇者様は復活済みですから大丈夫ですよ、その辺はね。はい、じゃあサマディの王様に報告に行きますか。ファーリス王子が走って帰ってきました。とても興奮した様子でしたが、まさか王子があの星を。そんなことはないですよ。そうですよね、いくら王子でも星を壊すなんてゲートできるはずがありません。では一体なぜ壊れたのか。これがね、魔物がね。はい、サマディ城も BGM が城の音楽に戻っておりますね。いやいや、あなたは王子様の恩人、勇者の星が砕け散ったことについて何か知っているのでしょう。王様の元へお急ぎください。はい、わかりました。猫ちゃんが帰ってきてる気すんな、これな。猫が帰ってきたの、こんなに嬉しいことはないわ。猫ちゃん、やっぱりあの星が怖くて逃げ出してたのかな。すぐ帰ってきたんやな、猫ちゃん。弱音を吐くんじゃない。はい。今日も京都で訓練をね、行われている。はい、訓練訓練。はい。頑張ってくださいよ。勇者の星がなくなっても訓練は終わらない。はい、頑張ってくれ。はい、頑張るん。うぅ。よっぽど厳しそうですね。サマディの配信をしている私の彼、王国の外に見回りに行ったき、こっちは戻ってきてないと。あ、彼と一緒に飼ってた猫はこうして帰ってきてくれました。うん、そうやったんや。彼もいつか帰ってくると思うんです。あ、待ち続けるって、帰ってきたらいいね。ねえ、本当にね。はい。お、学者の人がいますね。ひとまず星の脅威もなくなりましたので、城に保管されていた古文書を漁り、勇者の星について研究しています。あれほど大きな星が落下して、しかも地上に着く寸前に壊れるなど、普通では考えられません。きっとこの出来事には意味があるはずです。学者のプライドにかけて、この謎を解き明かしてやります。頑張ってください。おい、玉座の間に戻ってまいりましたよと。
勇者の星が消えてサマディ王国存亡の危機は去ったが、本当にこれで良かったのだろうか。勇者の星は伝説の勇者の象徴、その神聖な星がなくなったことで何か不吉なことが起きないか心配になるな。私もほんまに心配しております。よからぬことが起こるんじゃないかな。どうなんだろうね。勇者の星が消え去ってサマディにも平穏が戻りました。はい、そんな簡単な話ではないような気すんな。よくぞ戻られました。先に戻ったファーリス王子は玉座で何やら王と話しております。興奮した様子救世主救世主と叫んでおりますが心配やな。それもまた心配ですが確かに興奋しとんな。なんかな、はい。ファーリスが無事に戻りほっとしました。あの子のことはあの子に任せると決めてましたが、やはり不安になりました。まあお母さんですからね、そら不安でしょうよ。はい、いえいえ。で、ファーリスは何を話してるんだ。あ、ルービーさん、ちょうど今父上に救世主様のことを話してたんだ。救世主様、いや、闇のオーラまとってましたよ。よかったらルービーさんもバクラバ砂丘で目撃したことを父上に話してくれよ。まあそのつもりで来ましたが。お二人ともよくぞ戻られました、はい、勇者の星がいきなり砕け散ったので心配していたのですが、無事で何より。まあ我々は今のところ無事でございましたが、ファーリスから話は聞いておりますぞ、うん、星が落ちてもうダメだという時に救世主が現れ、救世主、ね、あの星を切ったそうですな。そんな簡単な話でもないと思いますよ。救世主かどうかは分からんが、うん、まあそれはいいのじゃ、うんうん、それよりお主に聞きたいことがある。そうやった。わしが見たところ、うん、星を覆う結界にはニズゼルフはそう刻まれておった、うん、この言葉に何か心当たりはないか。どうですか。ニズゼルフはないか。聞き覚えがありませんな。そうか。空に浮かぶ勇者の星に刻まれたこの言葉、と深い意味があるはずなのじゃ、うん、ありそうですね、意味がね、うん、仕方がない、うん、わしらには魔王を倒すという大事な使命が残っておる、はい、先を急ぐとするか。ハンマーはどうなったんでしょうか。そういえばサマディにあるんじゃなかったでしたっけ。ロードの、魔王退治の旅、私たちも微力ながら応援いたしますぞ。ありがとうございます。もし困ったことがあれば何でも言ってくれよ。軽いな。今度こそ僕が君の力になるから。ほんまか。さ固まってもた。あ、いかんいかん、忘れておった。そうそうそう、ロース様が持っていたハンマーについて、そうそうそう、サマディ王に尋ねてみるとしよう、うん、こっちが割と本題ですからね。まあ勇者の星は気になるところではあったが、ね、それよりそれよりもっていうかね、ハンマーについてね聞きたくてサマディに来たんでした。忘れかけておりましたよ。はてな、ニズゼルファ、古代の人々が勇者の星にわざわざ記したこの言葉、きっと深い意味があるはずなのじゃか。まあ考えていても仕方がないな。魔王を倒すという使命も残っておるし、ここは先を急ぐとしよう。まあね、そうですね。サマディ王国の危機は去ったけど、勇者の星に刻まれた古代文字の謎は解けなかったわね。文字が刻まれてる時点で普通の星ではないんでしょうけど、結局あの星は何だったのかしら、うん、勇者の星だったんですかね。うん、結局ニズゼルファーって言葉の意味は分からなかったけど、勇者の星の一件は無事解決したわね。解決したのかな。もうサマディ予告は心配いらないわ。後のことはファーリスちゃんに任せて、私たちは魔王退治の旅を続けましょう。はい、まあね、ハンマーを探しましょうか。とりあえずね、ファーリス王子は一見お調子者で頼りないように見えるが、将来は立派な騎士になりそうだ。彼は民を守りたいという騎士にとって一番大切な心を持っているからな。そうでしたね、うん、なんか頑張ってサソリに立ち向かったこともありましたもんね、そういえばね。
マリス王子は星を切ったものを救世主と言っていますが、本当にそうなのでしょうか。あのものからは救世主というよりもっとまがまがしい力を感じました。私の勘違いであればいいのですが。私も同意見ですよ、セーニャちゃん。ねえ、やつは闇のオーラを身にまとっていましたから。ニズゼルファね、俺も割と物知りな方だが、その言葉には全然心当たりないぜ。お、物知りな方らしいわ。人や物の名前か、それとも地名とか。何せよ手がかりがないとその言葉の意味は知りようがないな。まあね、こういう名詞っぽいけどね、何なんでしょうかね。はい、そしてよ王様よ。おや、お二人とも、わしに何かご用ですか。ハンマー、ハンマー。サマディ王よ、漠然とした話で申し訳ないのじゃが、この国にある巨大なハンマーについて心当たりはないか、ね、なんかありそうですよね。魔王を倒すためにどうしても必要なのだ、うん、そうなんですよ。神話の時代サマディにあったことは分かっておるのじゃが、でもこのサマディをさ、なんか大事な国宝とかをさ簡単に売っちゃう人やん。残ってるかな。ハンマー、ハンマー、おお、もしや王家に伝わるガイアのハンマーのことか。ガイアのハンマーっていかにもな名前ですね。バレスよ、宝物庫にあるガイアのハンマーを持ってくるのじゃ。よかった、宝物庫に残ってた、売り払ってなかった。よかったよかった。はいはい、ファーリスが取ってきてくれんか。センキューセンキュー。お、もう持ってきてくれたの。あ、あ、それそれそれ、そんなんやった気がするよ。おお、これじゃ。これこそ大樹の記憶の中で見た老主様が持っていたハンマー。これはスタリ出てきましたね。父上、いいんですか、これって来年のファーリス祭のために行商人に売る予定だったハンマーじゃ。よかった、売られる前でよかったね。バカも黙っておれ。大樹の枝を売るときと同じようなことになりかねなかったね。よかったよかった。ガイアのハンマーはフトの時代からサマディ王国に伝わる貴重な宝物だ。簡単に売っちゃうからな、ここの王様。しかし今や魔王を倒せる者は勇者であるお前しかおらん。そうですね、もし必要ならば喜んで渡そう。ありがとうございます。いただけるんですか。はい、ガイアのハンマーを手に入れた。よかった。伝承によると、そのハンマーには大地の精霊の力が宿っているそうだ。すごいね。それで叩けばどんなに硬い金属でも鍛え上げられるって話さ。あ、オリハルコンが叩けちゃう感じか。それじゃあ皆さん、魔王大地の旅頑張ってくださいね。いい報告期待してますよ。いやでもなんか笑顔になれるわ、ファーリスと喋ってたら。ありがとう。はい、てなわけであっさりハンマーは手に入りましたね。勇者の報酬はちょっとね疑問が残るけれども、はい、仲間の皆さんよ、良いか。ガイアのハンマーが手に入ったな。この調子で勇者の剣を作るために必要なものを集めるのじゃ。もし全て揃ったら日の乃木火山に行き。もう揃ってるよね。ね、オリハルコンとハンマー手に入りましたからね。火事場を探しましょうか。はい、ね、サマディ王がくれたガイアのハンマー、勇者の剣を鍛えられるだけあって立派なハンマーね。あのハンマーを使えば老主様たちにも負けないくらい強力な剣が作れるはずよ。うん、ワクワクしてきましたね。すごいね。えルービちゃん聞いた？ガイアのハンマーには大地の精霊の力が宿ってるんですって。これなら勇者の剣の元になる硬い鉱石でも鍛えられるわ。もらえてよかったわね。で、あっさりもらえましたね。よかったよかった。ガイアのハンマーは扱いやすいな。きっと腕のいい鍛冶屋が古う人のことを考え作ったのだろう。これが鍛冶用のハンマーなのが残念だ。一度武器として使ってみたかったぞ。斧使いですからね。斧とハンマーはちょっと違うか。まあまあ、でもグレーグには使えそうな気するけど。サマディ王ったらガイアのハンマーを売るつもりだったんですね。でも間に合ってよかったです。ほんまにその通りですよ。そうそう、虹色の枝ね。虹色の枝のようにすでに売っていたらまた世界中を探し回らないといけないところでした。
大変でしたもんね。そういや虹色の枝もそうなんだが、その場しのぎで国宝を次々に売るなんて、サマリーの財政はかなりヤバいらしいな。まあ俺たちが勇者の剣を作って魔王を倒さない限り、来年のファーリスハイもないだろうから、ここは我慢してもらうか。そうですね、財政難大丈夫か。ちょっと何に使ってるんですかね、お金ね。ファーリスよ、ありがとうね。やあルービーさん、ガイアのハンマーは役に立ってるかな。あのハンマーには精霊の力が宿っていて、どんな金属でも鍛え上げられるらしいぞ。うん、役立てますよ、ありがとうね。はい、王様ありがとう。ルービー、わしは信じておるぞ。そなたなら必ずや悪しき魔王を打ち倒すとな。我らサマディ王国の民も全力で応援しているから、精一杯頑張るのだぞ。国宝を売り払わないでくださいね。もうちょっと節約とかしたらいいんじゃないですかね、知らんけどさ。夫から聞きました、あなたはあのユグノアの王子ルービーだったのですね。16年前、エレノア王妃が赤ん坊のあなたを抱いて幸せそうに微笑んでいる姿を今も覚えています。あ、いらしていただいたんですね、ユグノアにね。王妃様もいらしていただいてたんでしょうね。本当に立派に成長しましたね。もしエレノア王妃が今のあなたを見たら、きっと誇りに思うはずですよ。ジーンときますね、ありがとうございます。はい、では最後にちょっとクエストだけクリアしましょうかね。ダーハルーネの町に行きます。はい、この女性ですね、砂漠のバラ持ってきましたよ。あら、あなたはどうしたの。まさか砂漠に咲く幻の花を見つけたとでも言うの。見つけましたよ。はい、渡しました。これが砂漠に咲く幻の花。水晶で作られたバラだったなんて。あ、そうだったんですね。まさに自然が生んだ芸術。彼はこれを私に見せたかったのね。すごいわ、まるで大地から芽吹いた命の力が花開いたように思える。不思議ね、この花を見ているとまるで彼の声が聞こえてくるみたい。まだこっちには来るなって。そうね、もう少し生きてみてもいいかな。ありがとう旅の人、あなたのおかげで私もう少し頑張れるかもしれないわ。よかった、あとなんて言わないでくださいね。少ないけどこれはお礼よ、あなたの旅に役立ててちょうだい。ありがとうございます。幸せの帽子を受け取りました。ダハルーネの町にいる恋人を失って悲しんでいる女性に頼まれ、砂漠のバラを届けた。恋人が渡そうとしていたバラを見て、彼女は生きる希望を見出せたようだ。よかったね。ああ、生きることを諦めないわ、言うてるわ。よかったよかった。砂漠のバラを見ているとね、楽しかった頃の思い出が蘇ってくるの。大丈夫、私のことは心配しないで。彼との思い出が胸にある限り、私はきっとまだ頑張れるわ。よかった、優しい旅の人、あなたの旅がうまくいくように祈ってるわ。ありがとう。はい、よかったね。サブクエスト人助けできてる感じするね。はい、幸せの帽子って何でしょうか。はい、ちょっとセーニャにかぶしてみるか。これ歩くごとに MP が少しずつ回復する不思議な帽子。攻撃魔力が若干ありますね。まあ守備力はそんなに高くないのか。はい、まあでもこれはなかなかに使えそうなね。移動中 MP 回復ね、フィールドで付け替えてかぶり直したらね、 MP うろうろしてたら回復するってことでしょう。使えますね、いい防具が手に入りました。はい、てなわけで今日はね、勇者の星なくなっちゃったんですけど、そういえばダーハルーネの街もさね、空が色変わってますね。もっと変な色だったんですよね。うん、サマディと同じように紫っぽい感じの色だったんですけどね、色変わってました。勇者の星なくなっちゃった、どうなるんでしょうか。はい、じゃあもう次はホムラに行ってね、火山のところで撃つのかな。オリハルコンをもらったハンマーで撃つっていうことですかね。はい、まあちょっとその前にちょっと馬レースとかもやってみようかな、久しぶりね。うん、っていうことも考えております。サブクエストもまだまだ残ってたりしますので、ちょっと寄り道するかもしれませんけれども、はい、また見に来てくれたら嬉しいです。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。